皆さんこんにちはミス日本の記念すべき初代グランプリであり大ベテラン女優の山本富子さん現在なんと90代という年齢に差し掛かられています今回はそんな山本富子さんのこれまでの経歴や旦那さんの死子供との関係について調査しました山本富子さんの簡単なプロフィールはこちらです本名山本富子山本富子 青年月日、1931年12月11日92歳出身地大阪府大阪市西区身長 159cm 出身校京都府立第一高等女学院卒業子どもの頃から日本舞踊を習っていたという山本富士子さんもともと大阪市西区生まれ西区育ちの山本富士子さんですが自宅が接収されたことにより 大阪府立大津高等女学校から京都府立第一高等女学校に転入1949年に新生大木高校を卒業しますそして卒業の翌年1950年に第1回ミス日本に出場700人近い応募の中から満場一致でグランプリを受賞します映画界から女優として熱烈なスカウトを受けるものの当時山本富士子さんは女優になる気がなく 断っていたそうですしかしスカウトが途切れることがなかったため悩んだ末に姉の一言で女優になる決断をしますお姉さんの一言とは「これからの女性は仕事を持つことよ」だったそう現在の私たちからすれば当たり前かもしれませんが昭和25年当時は女性が外で働く時代ではなく「家庭を守る者」というイメージが強かった時代そんな中 山本富士子さんのお姉さんは非常に先見の目があると言えますね1953年山本富士子さんをめぐり数々の映画会社による争奪戦が繰り広げられた結果山本富士子さんは大英に入社当時の契約内容は1本につき1年目10万2年目20万3年目が30万で3年後以降は自由契約というものその後 山本富士子さんは大英の看板女優となりましたが自由契約という約束が守られることはありませんでしたそれでも大英の看板女優として活動を続けていた山本富士子さんでしたが1963年についに行動に移します大英との契約更新を控えた山本富士子さんは年に大英日本他社日本出演の契約を主張本来は当然自由契約なので 認めてもらえるはずなのですがその回でも主張は却下されてしまいますそこで山本富士子さんは1月の契約切れを待ち契約を更新せずフリーになることを主張しますこれに当時の大英の社長が激怒山本富士子さんを解雇し五社協定にかけると脅したのです五社協定とは日本の大手映画会社とされていた松竹東方、大英新東方 当映の5社が専属の監督俳優らの引き抜きを禁止する協定ですこの協定は1971年に消滅しましたが当時は5社協定にかけられるということはすなわち今後二度と映画に出演できないかもしれないというほどの威力のあるものでしたそれでも山本富士子さんは脅しに屈することなくそんなことで映画に出られなくなっても仕方ない 自自分分の立場は自分で守ります。その方が生きがいがあるし人間的でもあると主張世間からは山本富子さんの味方をする声が数多く上がったものの山本富子さんは映画界から締め出されてしまいますしかしそんなことでは女優の道を諦めなかった山本富子さん映画がダメならとテレビドラマに活路を見いだし「山本富子アワー」などに出演されます その後、演劇でも新境地を開き、2013年まで演劇一筋で女優を続けられます。また、私生活では1962年にギタリストで作曲家の山本武晴さんと結婚されます。結婚当時、31歳だった山本藤子さん、日本の大スターとして活躍中だった山本藤子さんを射止めた山本武晴さんはどんな男性だったのでしょうか。 夫の山本武春さんは1925年5月22日生まれ山本富士子さんの6歳年上にあたります実は山本武春さんは作曲家としてあの美空ひばりさんや三橋道也さん春日八郎さん村田秀夫さんの楽曲を手掛けたり日本レコード大賞では厚労省を受賞した実績を持つなど音楽の才能にあふれた方です山本武春さんは コロンビアレコードを退社1973年した後、フリーの作曲家として活動していましたまた当時銀幕の大スターだった山本富士子さんの「青春日記」という楽曲ではギター伴奏だけではありますが共演を果たしました演歌の他にも映画やドラマ硬貨舞台音楽など幅広い分野で作曲を手がけていたそうですそんな山本武春さんと 山富士子さんの馴れ初めは山本武春さんの師匠でもある作曲家の古賀正男さんのスタジオに山本富士子さんが訪れた際に出会ったことがきっかけだったようです結婚した際山本武春さんが婿養子になったため山本富士子の名前はそのまま山山本本さんが山本の生を受けることになったそうで,すではなぜ山本武春さんが婿養子になったのでしょうか 実は山本富士子さんの母方の実家は免許問屋を営む名家だったそうなのですしかし山本富士子さんには男の兄弟がおらず事業を告げる人がいなかったんだとかそのため跡継ぎを見据えて山本武春さんに婿養子になってもらったそうですただその後実際に会社を継がれたのかは明らかになっていません結婚の決め手となったエピソードとして山本武春さんは 肺結核を患っており手術が成功したら結婚をすると約束し手術は無事に成功したというエピソードがあります映画のワンシーンみたいですねまたこのエピソードから山本富士子さん本人が手術をしたという噂が広まったのかもしれませんそんな無事手術が成功し山本富士子さんと結婚された山本武春さんは2011年9月7日午後10時37分に 東京都渋谷区の病院で肺炎のため86歳でお亡くなりになっています通夜、葬儀、告別式は個人の意思によりごく身内だけの家族層で済ませたそうです山本藤子さんは山本武晴さんとの間に二人のお子さんを出産されています長男の重晴さんを出産されたのが1968年ということですので現在お子さん方は50歳前後だと考えられます 両親がどちらも芸能界出身とのことで、子供も芸能界に入る、というのは珍しくありませんが、調べてみると、俳優や音楽活動の道には進んでいないようです。一般の方ということで、詳しい情報はありませんでしたが、どうやら山本武春さんが生前創立したテレビ CM の制作会社を継いで、社長を務められているとのことでした。 経営が苦しいと言われているテレビ業界ですが、息子さんである重治さんが経営する会社では、新たにコンビニ事業等への展開も行っているようで、経営の異がある方のかもしれませんね。山本富士子さんは、以前、息子さんとの関係について、当時、息子が高校生で、友達のような関係、一緒に家で音楽に乗ってよく踊っていた、と話されています。徹子の部屋で語っていた情報によれば 息子の茂治さんは結婚をされていて現在はお孫さんがいることが分かっていますその他重治さんの職業などのプライベートな情報はこれまで全く公表されていませんでしたが2011年に茂治さんのお父さんの逝去により父親の会社を引き継ぐことになりました山本武春さんは「山メンツユやまのめんつゆ」や「エーブル」などの有名なテレビ CM を制作している株式会社テレビ C の創立者でした ちなみに2人目は娘さんを出産されており息子さんが高校生の当時娘さんは中学3年生でした男子高校生といえば思春期真っただ中ですし年の近い妹もいるとなると息子さんの方は母親との距離感が離れてしまいそうなものですが重治さんとは一緒に音楽を聴くどころか踊っていたとのことですから相当良好な関係を 築き上げられていたであろうことが伺えます女優として超多忙な生活をしながらも母として家族を大切にしている姿は素晴らしいですねそんな息子さんですが現在はすでに結婚されていて二人の子供に恵まれているそうで山本富士子さんはお孫さんとの時間も楽しまれているのかもしれませんね最近は高齢であることから。 あまりメディアへの出演をされていない山本富士子さんですが2019年に『徹子の部屋』に出演され元気な姿を披露されていますちなみに番組出演当時山本富士子さんが出っ歯になったとの噂が立っていましたが実はこれは入れ歯だったようです年齢も年齢ですから入れ歯をしていない方がおかしいくらいなのかもしれませんがそれが悪目立ちしてしまった結果 変に出っ歯になったとの噂が回ってしまったようですところで山本富士子さんは現在はどのように暮らしているのでしょうか老人ホームの CM 出演でメディアに久々に登場した際は話題になりましたね2023年には92歳になる山本富士子さん料理や掃除が大好きだったそうで健康的な生活を送ってきたからこそ長生きができているのでしょうしかし さすがに高齢でコロナ禍であったこともあり2020年以降にメディアの前に出たことはないようですまた山本富子さんに関して老人ホームと聞くといかにもどこかに入所したのかと思ってしまいますよね実際は老人ホームの CM の仕事を受けたことが話題になっていたのですそれはスーパーコートという関西を中心に展開している老人ホーム一般的なホームから富裕層向け パーキンソンソ病患者向けなど高齢者の細かいケアができるように対応している施設のようです CM に出演したことから本人も利用しているのではないかと噂になったようですが現在は56年住み続けた戸建ての自宅を引き払いマンションに移り住んでいるそうです年を取ってからの戸建ての手入れは大変だという理由から決めた引っ越しを決意長年住み続けると家のあちこちに修理が必要になり 途中で一度建て直したようなので引っ越し当時築30年になっていたといいます30年経つと再び家が古くなってきておりまた修理をしなければならなくなってしまったのだとかそれならばマンションに移った方が楽だろうということで気持ちが固まったそうですマンションだとワンフロアで室内に階段もない家が大半です山本富士子さんが引っ越したマンションは一般的なものより広かったようで リビングが建ての家と同じ広さでした。つまり引っ越しても前と同じような家具の配置が可能リビングにいると同じ家に暮らしているかのように感じていると語っていました山本さんが前の家を振り返りながら新しいマンションで落ち着いた暮らしをしていることが想像できますよねまた山本富士子さんが蓼科に住んでいたのではないかという噂もあったようです きっと近辺で目撃情報があったのでしょう蓼科は長野県にあり老後のために移住したのかと囁かれましたしかし実際は自宅として利用はしておらず別荘を構えていたことが判明2023年にはその別荘もすでに売却済みのようですそれにしても90歳を超えた年齢でしっかりとした装いと化粧をされてテレビで元気な姿を披露されるというのは。 すごいことだと思います。これからも長生きして元気な姿を見せてほしいですね。今後の山本富士子さんの活躍に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。